アナウサギは、哺乳高ウサギ目ウサギかアナウサギ属に分類される。ウサギ。本種のみでアナウサギ属を構成する。スペイン、ポルトガル、フランス西部、モロッコ北部、アルジェリア北部。人為的にヨーロッパ各地を含め、オーストラリアやニュージーランド、日本などへ移入もされている。体長35 50センチメートル。お長4.5 7.5センチメートル。 体重1 5 3ラム。背面の毛衣は灰色で、体毛の先端は黒や赤葛色。覆面の毛衣は明灰色。次回の長さは6、58. 5 8 5トル。出産直後の幼獣は体毛がなく目が閉じている。地中に複雑な巣穴を掘って生活する。危険を感じると巣穴の中へ逃げ込む。植生は植物食で草。 樹皮、根などを食べる。繁殖形態は体制。妊娠期間は2833日。一度に五～6頭、最大12頭の幼獣を生む。メスは共同体の中心に位置し母形成である。アナウサギは人、あるいは他の高等哺乳類と同じく気分アの動物である。 穴うさぎはその感じる印象に極端なほど敏感で、飛び跳ねるうさぎ仲間には生きる楽しみを誇示して答える。また、性的活動に極度の興味を示す。それで性的に振る舞うようお互いに刺激もされる。好奇心に満ちて観察し、もし勝てるようであれば、自身で戦う気になり、負ける恐れがあると戦うふりをして、それから逃げさえする。主に怪我を取るために家畜化されてきた。 肉も食用になる。近年では愛岩用、観賞用のペットとしても飼育され、様々な品種が作出されている。食用やペット用、狩猟用に移入されている。移入先での食性の破壊や在来種との競合が問題となり、世界の侵略的外来種ワースト100に選ばれている。特に、オーストラリア大陸に広く分布するようになったアナウサギは、 現在のビクトリア州に入植したトーマス・オースティンがウサギ狩り用に持ち込んだ24匹がオーストラリアの環境に適応して爆発的に増えたものであることが知られている。ありがとうございます。